皆さんこんにちは。大分の高知親方です。久々にディーンの話題でございます。ディーンはですね、今月9日、9月はですね、神戸、横浜、軽井沢でサマーリゾートライブですね、セブンスウェーブを開催いたします。このサマーリゾートライブというのは、夏の時期に、ディーンがリゾート地でですね、行う、ちょっとミニライブに近いものでございます。横浜とかですね、軽井沢、神戸というのは大体毎年行っておりまして、そこで基本的にはアコースティックがメインで、暑い中でも涼しげな、ほっこり楽しいひとときを過ごせる、コンセプトライブでございます。もちろん盛り上がる場面もございます。で今回ですね、この、サマーリゾートライブについてちょっと私語りたいことがございます。実は私ですね、9月5日の神戸公演、参加予定です。で今ナレーション撮ってるのが9月5日の2時18分です。あれ俺神戸にいないの？今私九州大分にいます。というのも実は、残念ながらチケット取りながらも、今回神戸公演断念をいたしました。というのもですね、新型やっぱコロナウイルスの関係でございまして、で特に私の場合は同居の家族人にですね、医療従事者がいるということで、ちょっと県外への移動を控えてくださいということで、本当に悔しいながらですね、今回、神戸には行くことはできませんでした。もう本当に悔しいんですよ。確かに座席をですね、安全に配慮していただいたりとか、またですね、公演時間80分で収めるとかですね、いろいろ現地ではご配慮をされておりますが、いかんせん九州からですね、神戸に行くっていうのは、フェリーで行く予定でしたけども、それも難しいということでございます。元はですね、春先のファンクラブのですね、先行予約でゲットしてて、その時はですね、さすがにもう9月になったらある程度は状況も落ち着いて開催されるのかなとは思っておりました。開催されましたが、状況がやはりちょっと厳しいという状況でございました。で、チケットもですね、そのお譲りもですね、実はネットでしてたんですが、残念ながら、相手も見つからずというところで、もう泣く泣く今チケットが手元にあるという状況でございます。この思いをどうにかしたい。せっかく本当はディーンの皆さんと会う予定でしたから、何かやっぱ特別な動画も作りたいなという思いで考えたところ、過去のサマーリゾートライブの思い出を、ご紹介したいと思います。サマーリゾートライブってこういうもんなんだよ。ディーンってこういうもんなんだよというご紹介をですね、したいと思いますので、個人的な内容も多いですし、実際過去の思い出ですからですね、今と違うところもあると思いますが、皆様に少しでも魅力がですね、伝われば幸いでございますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。初めてのサマーリゾートライブは、2010年の沖縄公演でございました。2010年、11年と沖縄で開催がございました。で、私もいずれも沖縄で参加をしております。セットリストもざっとなんですけれども、注目はまず最初のスマイルブルーという曲でございます。前回ですね、ディーンのコンサート初めて行ったのが2007年の47都道府県ツアー、熊本公演でした。その際の最後の曲がスマイルブルー。そして、人生2回目のディーンのライブの最初の曲はまたスマイルブルーということで、前回のライブから今回のライブに向けてですね、連綿とつながっているような、個人的な運命とか気脈とかですね、なんかつながりを感じるようなセットリストだなと思います。このスマイルブルーという曲を私本当大好きで、ミュージックビデオも置いました沖縄で撮影をしておりますし、別の動画でこの後もう一本上げる予定ですが、その中でもスマイルブルーという曲が非常に私の中でも大きい曲、思い出の曲でありますので、乞うご期待ください。で、この日はですね、ツアーの最終日でございました。で、また日曜日でございました。MC で山根さんだったと思いますが、様々な娯楽がある中で、しかも日曜日の夜、サザエさんもある中で、よくぞディーンという娯楽を選んでいただき、ありがとうございましたというね、エピソードが思い出ですね。結構この様々な娯楽の中でっていうのは今後のですね、ライブの MC でも結構定番になってきます。でですね、トークもう一つですね、中で池森さんが当時40歳ということで、
僕も40歳なんですよ。ね、見えないでしょ、若いでしょみたいな、トークしたの覚えてますね。で、そしたら私の近所というか近くにいた、ありました。あの、まあ結構同じぐらいの20代ちょっとの若い、女性2、3人組がいて、まあ初めての参加だったんでしょうが、若いね、若いねって言って、こう魅了されていたのが本当嬉しかったですね。この若手、まあ同世代が、のファンが増えるというのはありがたいことでございます。そしてその、最終日ということで、まあ暗黙の了解ですが、ダブルアンコールがございます。近年はちょっとダブルアンコールもないんですが、その中でですね、あのダブルアンコールを歌うということで、まあファンの皆さんに聞くわけです、メンバーが。何か歌いたい曲ありますか？ファンの皆さんから募集しますと、池森さんおっしゃって、例えば会場から、ティーネイドドリームっていう声が聞こえた。ああ、ティーネイドドリーム、いいね。ごめんね、ケズトで、次回やる予定なんだとかですね。マイラブって聞かれたら、マイラブもいいね。けど、前回やっちゃったからなと言って、まあね、お客様を泳がすわけですよ。で、最終的には、もうやっぱ、沖縄に来たからですね、この曲を歌いたいなということで、灘草々を歌われました。まあ、池森さんのしっとりした声でいい曲なんですが、ここで実はアクシデントが起こりました。まあ、あの、イントロが流れます。チャン、チャララン、ラン、なんで、古いって入るところがですね、池森さんが、いろいろしんみり、思いにふけていたのでしょうか。なんと、出だしを歌い忘れるというハプニングですね。あ、ごめん、ちょっとなんか、イントロ聞いてたらいい感じになっちゃって、歌い始めるの忘れちゃったよということで、まさかの歌い直しが、ありました。これも思い出ですし、この歌い直しというのを覚えててください。来年度の伏線になります。で、余談ですが、この灘草々に関してですが、まあ、オリジナルは夏川りみさんが有名ですし、あと、ビギンの皆様も歌っております。で、実はですね、この、まあ、夜、浦添の手だこホールで、リンのライブをやる前に、那覇市の、国際通り歩いてたら、たまたま、ビギンの皆様のゲリラライブが行われてました。アルバムは、尾本武雄2だったと思いますが、のリリースイベントで、まあ、実はビギンの皆さん、テンプス広場の前で歌ってまして、生歌で写真撮影も OK だったので、そこ載せてますけれども、本当にですね、やっぱうまい、ビギンの皆さんうまいですし、リンとビギンの皆様は、2002年発売のアルバムですね、和音というアルバムで、風を集めてコラボしているという縁がございました。ですが、この日の沖縄は、ビギンを見てリンを見たという、まあ本当に2本立て、豪華な2本立てを過ごさせていただいた日々でございます。まあ、この沖縄は本当に楽しくて、最終日、ダブルアンコールまで聴けたのが非常に嬉しかったです。続きまして、翌年の2011年も、沖縄浦添手だこホールに参加をいたしました。この時のセトリはですね、まあ、一つ、貴重なのがですね、3番目の夢で会えたらという曲でございます。こちら2002年に原田知世さんとの、まあ、デュエット曲でございました。こちらをですね、一人で歌い上げられたという曲で、まあ、この曲は本当にセットリストに入るのはかなり貴重だと思います。そしてこの、ね、雨上がりの空、この道を行こうとか、愛とかですね、いうのはですね、もう私の大好きな曲で、この渋い曲をね、歌っていただけるのも、このライブの良さでございます。で、あとですね、心から君が好き、マリアージュというのがあるんですが、この年はですね、まだ、この時はまだリリース前で、来年この曲をリリースしますという曲でですね、先行でライブ限定で歌われた貴重な曲でございます。実際結構歌詞とか手直しがあって、2012年に、この曲シングル化されます。でですね、まあ、この回もですね、非常に楽しかったんですが、また面白いというか、ハプニングもありました。例えば、雨上がりの空、この道を行こうでですね、まあ、2番の歌詞、池森さんがなんと歌詞を飛ばしてしまう、忘れてしまうという場合がありました。初めてだ、こんな虹、鮮やかだね。次。っていう、まあ、ハミングでごまかしたんですね。別れは、出会いへの始まりだよというところでしたけども。まあ、池森さんのライブではですね、歌詞を飛ばしたり間違えられたりというのはよくあることですが、もうこれもご愛嬌でございます。まあ、スターダストレビューの根本かなえさんもよく、私ライブ行った時にですね、僕も歌詞を間違えるけど、それはね、もうその時の、ね、新しい作詞だからって言って、まあ、新鮮な感じで捉えてねってポジティブに
振られておりましたがね。でもう一つですね、山根さんのソロの曲があるんですよ。でその曲、これ英語の曲、洋楽でして、あの最初ですね、口笛で入るんですね。ね、山根さん口笛吹いてたんですが、大変なんか気持ちよく口笛を吹けたということで、なんと歌の出だしを忘れました。前の年のですね、奈良早々で池森さんが歌入り忘れたのと同様に、山根さんも、あ、ごめんごめん、ちょっと唇が気持ちよく吹けてさ、歌忘れちゃったよと言ってね、まだメンバーね、他のメンバーもね、やらかすと言ったあれですけど、まあ、これもご愛嬌ですし、本当貴重なこのライブに行けたからよかったなというふうに私は思っております。でですね、この沖縄の公演の模様、まあ実はその次の週、まだ、確か横浜第三橋だったかな、まだ続きがあるんですよ。ですから最終日ではないんですが、まあこの沖縄ツアーの模様が地元のですね、新聞で紹介されました。で、その記事がですね、池森さんのブログに載っておりましたが、よく記事を見ると、瞳そらさないで、夢で、あるように、夢で会えたらなどの往年の名曲や有名曲って書いてたんですね。この時点でネタバレがちょっと出てます。まあ公式でね、そういうことをブログで出るっていうのはまた面白いところですが、この沖縄公演、まあ沖縄という環境も良かったですし、やはりこのしっとりした夏のバラードも聴けるというのが個人的には嬉しかったです。続きまして2014年になります。神戸での来民参加いたしました。2012年が47都府県ツアー、2013年が 20周年の、まあ、武道館ライブがあったということで、まあ、サマーリゾートライブ自身は、3年ぶりの開催で、今回は、沖縄なかったので一番近い神戸に行きました。次の回もですね、神戸に行くんですけれども、この年はですね、アルバムですね、君がいる夏という、まあ、洋楽のカバーソングが、まあ、メインのツアーでございました。でこの2014年の神戸の時はですね、このライブがあった日というのも私の中でも人生で最も楽しかった日でございます。というのが、日中が神戸松方ホールでですね、ライブディーンを見た後に、その後明石市で指定しました、西宮だ、神戸甲子園球場に行きまして、プロ野球オールスターがあったんですね。もう私野球好きですし、もう甲子園という聖地で大谷君と藤浪君というライバル2大エースがですね、一緒に共演する162キロ大谷君見ましたね、という、まあ、非常に思い出の、年でございます。で、まあ、洋楽がメインなのですが、一つ、リアリティという、まあ、こってこてのバラード曲がございます。リチャード・サンダードさんだったと思いますね。当時のですね、サポメンのヒデさん、ドラムですね、がオートバックスに行った際に、このリアリティ、しかもディーンバージョンが流れてたということで、もう会場もですね、メンバーも湧いて拍手で盛り上がった記憶がございます。もう非常に嬉しいですよね。でしかも、まあ、このリアリティという曲に関しましては、メンバー自身もですね、これもともとディーンの曲じゃないというぐらい、もう本当王道バラード。まあ、ディーンは一つバラードというのは持ち味、醍醐味でございますが、まさにこのディーンらしい曲だなというふうにおっしゃっておりました。で、まあ、その洋楽アルバムで、ね、一番好きなのが、How Deep Is Your Love? 愛はきらめきの中で、The Bee Gees でございますね。この曲を演奏していただきたいのは嬉しかったですし、多分次の、この後で出てくる横須賀でも演奏されたと思います。まあ、ミュージックビデオの影響なんでしょうけど、Bee Gees さんの場合は、どちらかといえばこう、夜、眠りながら聴く曲ですね。暗い中で、クリアな音楽で、リンの皆さんは昼下がりに聴く曲、明るく、まあ、アコースティックな調べでございました。で、またこのラッキーという曲、女性のアーティストと、デュエットしている曲ですが、ラッキーについては、実際コラボされていますあやはさんがですね、登場されて歌ってたんだからいいかなというふうに思い出します。で、最後ですね、このロコモーションとかココナッツとか、カリフォルニアガールは違ったかな、盛り上がる曲で最後、コール&レスポンスをして、盛り上がりました。まあ、それまでの2年間というのは、まあ、割と、まあ、アコースティックで着座、座ってが多かったんですが、まあ、ココナッツとか最後、アンコールでみんな立ち上がってしますが、この神戸の時はですね、結構終盤は盛り上がるメドレーで会場一体となった思い出がございます。続きまして、2016年の神戸ツアー、ですね、公演にも参加をいたしました。この年はですね、
アルバム、バタフライという、曲ですね。ごめんなさい。そこです。文字で洋楽カバーと書いてますが、これ削ってください。スカサウンドですね。裏拍子、んた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 とか、1頭、2頭、3頭、4頭の、まあ、たとかとの部分ですね。で、のサウンドですが、ちょっとレゲエっぽくて、こう、非常に盛り上がる、曲でございます。心をウキウキするような感覚だと思ってください。ですが、その、バタフライメインの、曲でございましたので、基本的には結構盛り上がる、曲でした。バラードもありつつも、こう、みんなで踊りながらとか楽しくします。で、まあ、スカサウンドということで、オーケストラも入ってきてですね、非常に写真出ておりますが、大人数、大人数でですね、まあ、演者の方も盛り上がっておりました。で、ちょっと私もね、この時の記憶はあまりないんですが、当時の記録を見ると、公演後にメンバーとハイタッチをしているようでございます。そしてこの年か、もしくは前回の神戸だったと思うんですが、まあ私出待ちをしておりました。ライブが終わって、で、メンバーが出てくるのを待ってました。で、池森さん見送って、山根さん先に帰られたというので会えなかったんですが、最後ギターの田川さん、巨匠とですね、まあお会いしたんですが、タクシーで出る時、まあ窓開けて、私たちファンの方に手を向かってです、こう言いました。いよいよ私は、ね、まだ半年ありますよって言ってみんな突っ込みに行ったんですけれども、田川さん本当に気さくでした。もうちょっと今、山根でソロで活動されておりますが、まあ実はこの時ではですね、その3名体制最後のサマーリードートライブとなるとは思いもよらなかったですね。次回からはその2人体制となるということを覚えてください。まあ神戸もね、本当に、まあフェリーサンフラワー大分からですね、フェリーで1本で行きますので、非常に馴染みのある会場でございます。最後にですね、2018年の横須賀公演がですね、まあ最後の、まあ直近の参加でございます。まあこの時はですね、まず2人体制になって、初めてのサマーリゾートライブでございました。でですね、この時ちょうどマツコの知らない世界に、まあ、池森さんがご出演されまして、まあ、非常に大反響だったと、そばの売れ行きが良くなってるという、トークで盛り上がりました。実際にマツコの知らない世界のスタッフさんからお花も届いておりました。まあ、後に2020年に2回目のご出演されたというのは本当に嬉しい限りでございます。でですね、セトリがですね、ちょっと見当たらなかった、忘れてましたし、ネット上でもなかったので、まあ、こういうのがあったかなということで、君がいない夏を最後に歌った記憶があるなとか、スカスタイルの一人じゃない、ココナッツがアンコールで2曲連続で行われていたなというのは思っております。というのも、このアンコールの2曲がかなり盛り上がったんですよ、個人的に。スカサウンドなので、タッタッタッタンタッチャンとか、タッタッタッタンタンチャ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 ンという感じで、もうギターもそうですし、ドラムの響きが相当良くて、まあ、ドカスカな感じもありましたけど、それで私も盛り上がって、会場もワーワー言って、一人じゃないもココナッツも振り付けがある曲ですから、会場一体となって盛り上がったなと思っております。まあそんな中ですね、実はこの時ですね、台風が来ておりまして、まあ、私昼の部に行ったんですけれども、動画、右上に過去の動画出てくると思いますが、近くの塩入駅で、台風も相当な暴風雨がですね、来ている動画を載せてますので、まあご覧ください。まあ、じゃあファンクラブの前だったらそうなんですが、結局は、はい、行われました。で、私、神奈川に、同い年のですね、ディーンのオタでファンの皆さん、ファンの方がいらっしゃってですね、ちょっとお会いできるかなと思ったんですが、その方は夜の部参加ということです。で夜の部だからなおさら台風が心配だったということですが、なんとか最後まで行われてたということでございます。以上がですね、過去の、サマーリゾートライブの思い出でございます。というわけでですね、過去のサマーリゾートライブの、エピソードにお付き合いいただきありがとうございます。まあ、この今回2020年の7回目につきましては、画像の通りですね、今後神奈川、そして長野でも行われます。まあね、新型コロナウイルス、そして台風が心配です。まあ、無事最後までですね、終われますように祈っております。まあちょっとね、今回行けなかった残念でした。まあ2020年はですね、一度2月の終わりに福岡でギリギリ開催できたのに参加できましたので、まあ、リンの皆様とはお会いをしておりますし、まあ、ファンクラブイベント
ですね、まあ、ちょっと佐賀の嬉野温泉参加予定も、来年の3月延期になりましたので、まあ、ちょっとしばらくはお会いできないかなと思いますが、ディーンの皆様、池森修一さんは、昨日ですね、ちょうど、そばのですね、YouTube チャンネルも、始められたということで、皆さん、登録をよろしくお願いいたします。そして、まあ、私の個人的な、お願いでございます。リゾートライブでございますが、ディーンの皆様、ぜひ、九州に来てください。九州もリゾート地たくさんございます。大分ですと、やはり別府、由布院なんか来ていただけると、私、車で1時間ほどで行きますので、ありがたいです。また、宮崎ですね、とか、熊本の天草、長崎なんていうのも、またいいリゾート地でございますので、ぜひですね、九州ツアーもしていただければ、大変ありがたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、今回 AD の皆様のサマーリゾートライブの思い出をご紹介いたしました。個人的な拙い内容でございましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、高評価よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。これからもですね、AD の皆様応援いたします。まあ、最近はね、このハロプロの方の話題に、ね、私も載ってますが、まあ、女性のアーティストとしてはハロプロを今応援してて、男性のアーティストはやはりこのディーンがですね、一番好きでございますので、皆様ぜひ今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた。